こんにちは、吉田さん。30分にわたる熱いメッセージでしたね。私は倍速で聞いてますんで、15分ぐらいで終わりましたけども、倍速で聞かないともうちょうどよくないんですよ、私はね。多くの、まあ、YouTuber さんでもそうですし、まあ、お話をされてる方みんなね、ちょっと話が私にとっては遅いんで、やっぱ2倍速、3倍速、4倍速でやっとじっくり聞けるって感じなんですよね。まあそういう意味で言うと、ライブで見るよりも私は YouTube で倍速で見るっていうのがね、性に合ってるかなというところでございます。で、今日はね、ちょっとキャバクラの話をまたしましょうか。吉田さんはキャバクラに行くとお金がかかるって言われてました。確かにその通りなんですけども、私はね、女性に対して払うお金って10万円だろうが100万円だろうが1円払ったのと同じぐらい、いや、もうお金を払ったって感覚がないんですよ。で、私は女性に尽くすのが大好きで、女性にお金を使うのが大好きで、もうそれに対するね、なんかその払ったとかね、負担だっていう感覚が全くないんですよ。今までずっとそうでした。どうやったら女の子が喜んでくれるかな、女の子が幸せになるかなと。女性が綺麗なものを見たり、そして、楽しいことをしたりとかね、女性の経験が少しでも豊かになるために私が何ができるかなと。いや、しまいには私じゃなくてもいい、世の中の人がこの一人の女性を幸せにするためにどのぐらい尽くすかなっていうのに興味があるっていうかね、だからキャバクラに行ってお金を使ったって感覚が全くないんですよ。不思議なことですけども。で、私の借金の一部っていうか結構な金額は、当時ね、キャバクラのお金だったんですよ。だいたい5万円から10万円毎日使ってましたからね。それは月間で2、300万いくわけですから、キャバクラの費用が。で、凄まじいですよね。しまいにはこの接待交際費は途中で認められなくなっちゃったわけですよ。当たり前だけども、まあ、ですんでね、領収書も途中からもらわなくなっちゃったんですけども、まあ、そういった感じで私はキャバクラに5万円使おうが10万円使おうがお金を使ったっていう感覚が全くない。1円払ったか払ってないかみたいな感覚なんですよ。まあ、でも帰り道にペットボトルのジュースを1本買うのにはものすごく抵抗があったんですよ。150円もすんのこれみたいな感じでね、それまでね、5万10万払ってきた帰り道に買う1本のジュースが高すぎてしょうがないって感覚ですよね。だから何に払ったらただ同然なのか、何に払ったらもう払いすぎと感じるのか ね、R34 トランザム大好きな人からするといくらでも払いたいお金ですよね。でも車って乗れればいいやって方に対しては、その車両1台にね、しかもえらい古い中古車に何百万も払うって何を考えてるんだって話ですよ。だから価値の捉え方はみんなそれぞれなんですよね。まあ、それはね、吉田さんの感じるキャバクラの価値支払いと私の感じるそれっていうのは全く違いますし、共通する分野はあるかもしれませんけども、キャバクラとか女性に関しては全く違う価値観で生きてるのかなというところはありますね。それは別に悪いこともいいこともなくて、みんな価値観違うわけですから、当たり前のように。だから違うところをちゃんとね、尊重し合ったり認め合ったりとかね、もうこういうふうに白日のもとにさらしながらっていうのは、まあ、いい関係なんじゃないかなと思います。そしてもう一つなんですけども、吉田さんはビジネスをがっつりやってるんですよ、今でも現役でね。しかも私の前からやってるし、私なんてビジネスも今ほとんどやってない感じですからね。自然に上がってくる売り上げと利回りと配当、こういったものが私のキャッシュフローになってますけども、ちょっと言い過ぎなければね、私はね、お金を稼ぐ方法は結果としてお金が入金されれば何でもいいんですよ。手段の一つとして投資を用いて、手段の一つとしてビジネスを用いて、手段の一つとして労働もたまにするんですよね。何でもいいわけですよ。だからビジネスっていうカテゴリーで戦うと私は吉田さんにかなわないでしょうね。でも金稼ぎっていう結果で戦うんだったら私にはまだ分があるかなとも思うんですよ。だからそういうふうに自分がどのフィールドでやっていくか、それは必ずしも誰かと一緒じゃなければならないってことはありません。別に売上の競争を吉田さんとしてるわけでもないですしね。で、なんですかね、ビジネスのセンスを競ってるわけでもなくって、あくまでも自分のライフスタイルに十分なお金が稼げる方法をそれぞれ取っているって形なんですよ。あとは視聴者さんがね、ビジネスで身を立てたい、ビジネスをずっとやっていきたいのか、それともビジネスはまあそこそこやってトータルでお金が入ればどっちでもいいやっていうので、即価塾かドリアカを選べばいいと思うんですよ。ドリームアカデミーはやっぱりビジネスのスキルが私も提供するのがあったりね、しっかり入ってるわけですよ。だからビジネスをやろうと思ったらどの分野もいけると思いますよね。ただお金をただ増やしたいっていう結果だけにフォーカスするんだったら、その手段ってものは、私はやっぱりこう、その金額とか利回りにしてもね、提供できるものはまあそこそこ多いんじゃないかなと思います。それは、結果としてね、
私は素人から麻雀店をやりながら3年で1億円以上稼いできたっていうのがあります。でそれは多分他の人ではできないことじゃないかなと思います。少なくとも一点集中してそれだけやって1億円っていうのはあるかもしれませんけども、麻雀店をね毎日経営しながらね、そっちの方も人材の育成とかね、それから国民リネスとか飲食とか許可申請で法人の経営とかっていうのある中でネットビジネスやって3年とはいえね1億円突破するっていうのはなかなかないと思いますし、それからもしばらく私稼いでますから、2017年まで。で2017年からは投資の方に切り替えるためにアフィリエイトを捨てていったってことなんですよ。だからビジネスとしての売り上げは今低いですよ。ただトータルの売り上げは結構でかいんで、何を目指すかによって、ついていく人を選べばいいんじゃないかなと思います。でこの半年間私は生活保護の一人ですら生活保護費用の以上のお金は稼がしてるわけですよ、だからそれはちょっと細かいこと言うとね、いろいろとまた問題があると思いますんで、この辺に結果だけにしときますけども、生活保護で7、8万もらってる方がそれ以上に稼いでるっていう現実で、年齢ももう結構ね40代とか50代60代って方がビジネスとかなんかの経験はない、仕事もずいぶん長い間やってないって方が持てるスキルだけで、そのスキルをどう組み合わせてどこに出していけば売り上げになるかってことを私が遠隔で診断して、一度もお顔を見たことない人に対して売り上げを上げさせて、その人は数ヶ月にわたって同じような売り上げをどん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 積み増しているってことなんですよね。でその人がその気になったら生活保護から脱出して普通の個人事業主としてスタートができますけどもね、どうなのか分かりませんね。私は細かいところまで根掘り葉掘りいきませんから、ただ金を稼ぐ方法をその方に提供して無理ない範囲で収入を最初は3万5万ぐらいからね、7万8万10万と上げていくっていう風な形を取っていただいてるってことかなと思います。これはビジネスと言えるものではないかもしれませんけども、ただそれを実現した生活保護受給者のその方にとってみたらね、今4人ぐらいいますけども、もう本当に人生で今まで味わったことないような充実感と自分の商売がうまくいってるっていう、そんなね喜びなんじゃないかなと思いますね。はい、そしてですね、今私はたくさんの方を稼がしたみたいなことを別に誇らないんですけども、ただ私の目の前で多くの諦めた方がもう一回人生に花咲かせようかなと思って花を咲かしてね、それが2本目3本目の花になっていく姿を見るのはとっても嬉しいことかなと思います。まあ本当に世界でなんとかの花っていう、ね、歌がねたまに出てますけども、まあ造花でもいいわけですよ私は、綺麗なら、まあ、そんな感じで今日はまとめさせてもらいます。いってらっしゃい。